これ戦えないなと思ったんですよね、社内政治のプロたちと。少年ファンで、まあ、6年ぐらいやって、でまあ、ちょっと、まあ、マギーとか神の水を知る世界が、まあ、一通りヒットして。ウェブに漫画が行きかけたときに、裏サンデーとか漫画ワンとか立ち上げて編集長やってらっしゃったんですよね。そうですね。サンデーっていうのは生え抜き至上主義なんですね。中途の僕とか、生え抜きじゃない人だってなんかちょっと鬱屈してるんですよ。はいはい、そういうスラーをこう焚き付けてるじゃないですけど、当時なんか個人作家が自分のサイトを立ち上げて漫画を載せるみたいなのが流行ってて、ワンパンマンっていうのがあるんですけど、サンデー編集者だったんですけど、この作家たちを集めてサイトを作ったらサンデーにも勝てるんだと、アマチュア作家を集めて作ったのが裏サンデー、アクセスも伸びて業界取れるんじゃないみたいな勢いですごい拡大してて。なんで失速しちゃったんですか。だからまあ2010何年ぐらいまではジャンプマガジン、サンデー、チャンピオンと出版社が日本のプラットフォーマーだったんです。どんどん時代が過ぎて、今のプラットフォーマーって電子書店だと思ったの。出版社しか漫画出せなかった時代じゃないから、みんな独立出版社みたいになれちゃうからな。僕も出版社作ればいいんだみたいな発想になって、組織のためにこう準じたいみたいな社畜的なところがあるんで、小学科のためにとか漫画業界のためにとか、組織に使える喜びみたいなのは持ってたんですよ、ね、でもなんか真逆に聞こえますよね。でなんで辞めちゃったんですかそれで。だけど会社辞めたんですか。この番組ですね、会社を辞めた人に、しかもちょっと香ばし気味に辞めた人になぜ会社辞めたんですかって聞くだけの番組なんですけど、はい、今日は元小学館の、漫画編集者さんで現在は株式会社コミックルームを経営していらっしゃる石橋和明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。石橋です。よろしくお願いします。石橋さんは、まあ、ちょっとあんまりね、見てらっしゃる方にはちょっとあんまり名前そんな超有名じゃないかもしれないですけど、箕輪さんほどね編集者界隈で有名じゃないかもしれないですけど、はい、でもなんかこう業界界隈ではねよく名前聞きまして、はい、あれですよね、代表作としてはマギですよね。そうですね、担当編集としてはそうですね、マギと神の溝、そうですね、知る世界、週刊少年サンデー、週刊少年サンデーの編集者でした。そうですね、などなどヒット作あるんですけど、じゃあ簡単に自己紹介いただいてもいいですか。はい、はい、石橋和明と申します。もともとは福井県の三国町っていうところ出身で、で嶺南ですか。嶺北です。嶺北ですか。はい、意外にジャンプの編集長とか、はい、結構福井県出身とかで、あ、そうですか、編集者いるんですよ。ほう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 。でまあその後大学が同志社大学で、で特に当時は就職活動の時代になりまして、はい、時期になりまして、すごい当時すごい就職氷河期だったんですけども、何やろうかなと思ってた時に、僕何もあまり勉強とかしてこなかった人なんで、うん、将来何していいか全然分からなくて、でまあでも俺漫画だけは一人読んでるなっていうことで、はい、漫画編集者になろうってその時に決めたんですね、はい、でももう大手出版社が全部終わってて、うん、エントリー期間が、うんうんうん、で当時残ってたのがドラゴンクエストを作ってるエニックスっていうガンガンそうですね、のガンガン用の漫画編集者の募集があったんで。何年ですか、入社。それがね2001年なんですよ。いや、まだ4コマ劇場とかあった頃ですか。そうです、ドラクエの。そうです、そうです。読んでたわ、柴田亜美さんの。そうそうそう、柴田亜美さんでしたっけ。そうですね、柴田先生もいらっしゃいました。柴田さんとか魔法陣ぐるぐるの人とか、はい、そうですね、はいはい、ロトの紋章とか、はいはい、時期のまあエニックスに、うん、まあ、滑り込みで入社できまして、うん、でそこから漫画編集者としてキャリアをスタートしたっていう流れです。で2006年に小学館に移籍されて、はい、まあ、やっぱ主には少年サンデーでマギ神の水を知る世界立ち上げて、はい、石橋さんですよね、業界的にちょっとやっぱなんか石橋さんのお話聞きたくなるのは、裏サンデーとか漫画ワンとかこう、そうですね、っていうんですか、ウェブに漫画が行きかけた時に立ち上げて編集長やってらっしゃったんですよね。そうですね、まあ、少年サンデーを6年ぐらいやって、で、まあ、ちょっと、まあ、マギーとか神の水を知る世界が、まあ、一通りヒットして、うん、なんていうんですかね、まあ、30代中盤でありがちというか、なんかちょっと燃え尽きたじゃないですけど、もう飽きたみたいな、うん、ちょっと少年サンデーの編集者飽きちゃったんですか。いや、なんか
やっぱいつか100万本のヒットを出してやるとか、こう地上波でいい時間帯でアニメ化するみたいな夢とか目標があるじゃないですか、はい、でそれ決まった後にあれ俺どこ目標にしようかなって、それ達成しちゃったわけですね。そうなんですよ、うん、でもまあじゃあサンデーの編集長になれるかって言ったら僕まだ全然平だったんで、うん、もうなれるわけないし、あと中途なれなさそうですよね。そうなんですよ、まあね、めっちゃ楽しい。これ結構ね、うん、後で、うん、そうですね、中途はかなりしんどい立場だったんで、まあ、数字は出したけれど、うん、なんか編集長ってルートが全然見えなくて、うん、でなんかちょっと腐ってたじゃないですけど、うん、まあ、腐ってた時期に、うん、なんかウェブ漫画をこう当時なんか個人作家のなんか個人作家が自分のサイトを立ち上げて漫画を載せるみたいなのが流行ってて、でなんか商業誌よりもなんかそっちの個人作家のアマチュア作家さんの漫画見るのがすごい好きになってて、はい、まあ、でそれでこうずっと読んでたらこのなんかワンパンマン、あのあね、すごいあのアマチュア作家劇画みたいな、いやもうワンさんの原作の方ですね。あ、うん、ワンさんワンパンマンっていうのは村田先生の作画が入ってるやつと、はい、あのワンさん自身が自分のホームページに連載してるバージョンのワンパンマンっていうのがあるんですけど、はい、僕はそのすごいそっちのファンになってまして、はいはいはい、でなんかその当時ニート社っていう、うん、アマチュア投稿サイトのレーベルっていうのかな、なんかそういうまあそういうサイトがあったんですけど、そこからリンクで読めるワンさんのワンパンマンでめちゃくちゃハマって、でその他のアマチュア作家の連載がにもめちゃくちゃハマって、うん、いやこれ商業作家より面白いんじゃないかって思って、でこの作家たちを集めてサイトを作ったらサンデーにも勝てるんだとか、なんかよくわからないんですけど、サンデー編集者だったんですけど、ちょっとなんかサンデーに貸したいなと思って、うん、でまあ当時ちょっとなんとか、まあ、そのサンデーっていう先ほど言ったように結構ピラミッドっていうか生え抜き至上主義なんですね、はい、でその時にやっぱ中東の僕とかあと他の部署から移動してきたなんかちょっと本当生え抜きじゃない人たちってなんかちょっと鬱屈してるんですよ、はいはいはい、でなんかまあそいつらをこう焚きつけてるじゃないですけど、おいなんか新しいことしようぜみたいなことを言ったらなんかこう、うん、勝手に編集部内サークル、会社内サークルみたいな感じになって、はいはい、うん、でそのメンバーでじゃあワンさんに僕は声をかけました、うん、他にも有名な作家に声をかけましたみたいな感じでアマチュア作家を集めて作ったのが裏サンデーってサイトなんです。そうですね、ウェブで読める漫画サイトの走りですよね。走りですね。あれジャンプより早かったんですか？いや、ジャンププラスがね多分数ヶ月差なんですよ。数ヶ月差で僕の方があの遅かったかもしれないです。あ、まだ同時期。そうですね、うん、今ジャンププラス、ね、いや違う、ジャンププラスはなかったかな当時ね。隣のヤングジャンプっていう、うん、隣のヤングジャンプという、そうなんか知らないですね。あるんですよ、あるんですよ。そういうサイトがあって、そこが少し僕らよりも少し早く始めてて、しかもワンさんに声かけてたんですよ。あ、同じ時期。そうそう、でどっちでもワンさんの連載始まるみたいな形になって、うん、でそこでやったらもう週刊連、僕らはもう週刊連載で5本の作品を回転させて作るってやり方したら、うん、もううわっとアクセスも伸びて、100万ユニークユーザーぐらいをマンスリーで突破して、でそこからまあ作品出したらまあ売り上げも上がって、まあサンデーの部署の中で結構なんかちょっとした売り上げができるなんかチームみたいになっちゃったんですね。だからなんかある日部長からお前サンデー出ろって言われて、お前編集長になれって言われて、で初代編集長になった。うん、なるほど。そう、そんな感じです。ちょっと長くなっちゃいました。いやいやいや、そうなんですよね。だから、まあ、花形の小学館で言ったら花形少年サンデーでヒット作って、うん、で、まあ、ウェブでもウェブ漫画の黎明期に、まあ、初代編集長やって成功さ、まあ、そこら辺ちょっと後で詳しく聞きますが、うん、成功させて、でサクッとまあ2023年、うん、去年かちょうど、そうですね、そうですね、1年前ぐらいになりますが小学館退社と。そうですね、まあ、初めと終わりにいつも聞いてるんですけど、まあ、もう単刀直入になんで会社辞めたんですか？なんでって、まあ、一つじゃないんですけど、はい、まあ、なんか一番大きいのは 50歳以降のなんか自分のサラリーマン人生になんかあまり希望が見えなかったから。今いくつでしたっけ？僕今46です。46で辞めた時45で50以降の小学館生活に希望まあ一番大きな理由ですね。なんかね、うん、なんで希望持てなかったんですか？いや、なんか、まあ、その前提としてですよ、うん、小学館っておそらく平でいたとして、まあ、平っていうかちょっとした普通のコース歩んでれば、うん、まあ、1500か2000ぐらい行きそうじゃないですか、年収が、まあ、2000ぐらい行きます、ね、2000ぐらい行きますよね、うん、いくら窓際行っても2000ぐらい行きそうじゃないですか、最終的に。そうですね。いや、まあそれでもいいじゃないかって説もあるじゃないですかつまんなそうだったんですか？いや、なんか僕、なんか仕事しかあんまやれなかった人間で、はい、
なんかそれ以外のこうなんていうんですかね、仕事以外があったら趣味とか、うん、まあなんかそういうものがしっかり知ってたら、はい、まあそれでもいいかなと思うんですけど、はい、僕結構仕事人間で、しかもなんかこう組織のためにこう準じたいみたいな社畜的なところがあるんで、はい、なんかあ社畜感あったんですか。社畜こう見えてもね、なんかすごい社畜のために準じたいみたいな。そうそうそう、全然あったんですよ。本当に。まあ、いつでもその小学館のためにとか漫画業界のためにとか、なんか人はなんか結構僕が私利私欲で動いてるみたいなこと言う人いるんですけど、結構自分的にはなんかその小学館って会社に入って、その出版業界に身を置いて、あなんかこうなんですかね、殿様に使えるじゃないですけど、なんか日本人的ななんか組織に使える喜びみたいなのは持ってたんですよね。でもなんか真逆に聞こえますよね。でなんで辞めちゃったんですか、それで。だけどなんかこのやっぱり組織に使える以上はやっぱりなんかある程度抽選に行きたいじゃないですか。なんかああまあLINEに乗りたいってことですね。そうですね。LINEから外れたんですか。外れきってないんですけど、うん、だから40代ぐらいまでは自分のクリエイティブ能力とか、うん、まあ簡単なマネジメント能力というか、この部署、うん、課とか部を調整する能力で、うん、自分のやりたい仕事もできるし、うん、やりがいとかできると思うんですけど、うん、なんか多分テレビ局も同じだと思うんですけど、うん、なんか50以降になってちょっと部長クラスになると、うん、全くそれまでと違う能力が求められるというか、まあ、どっちかというと石橋さん、僕のイメージだと職人派だけっていうか、その現場系の匂いしましたから、だからそうですよね。なんか45ぐらいで一回転機来るかもしれないですよね。そうなんですよ、まあ、僕らもそうでしたよね、うん、俺戦えないなと思ったんですよね、マネジメントのプロたちと。そう、マネジメントというか、まあ、嫌な言い方すると社内政治のプロたちと。はいはいはい、うまいですからね、社内政治のプロ、社内政治ね。そうだから、はいはいはい、45ぐらいまでは数字だと思ったんですよ、はい、でもそれ以降は数字関係ねえなと思って、はい、数字じゃなくて何ていうんですかね、そこの中でうまい役割を演じられる人っていうと僕多分外れるなと思って。はいはい、そういうのはあんまりお得意じゃなかったですか。得意じゃなかった、どうだったのかな。でもなんか好きじゃなかったんですか。あんまりなんだろう、数字で若い頃おらついてきたので、うん、なんか社内中気が付いたら結構敵だらけになってたなみたいな。ああそうだね、ヒットを出して、まあ、新規事業も立ち上げて、うまくいってたから、おらついてたから、おらついてたんですね。リアルなサラリーマンの悩みでいいですね。そっか、それで敵多かったんですね。敵は多かったし、まあ、味方も多いし、敵も多いんですけど、それって自分がなんかプレイヤーとしてパフォーマンスが高い時期は味方でいてくれるんですけど、絶対能力落ちていくじゃないですか。まあ結果示し続けないとダメですよね、そういう人はね。そうそうそう。あ、それちょっと厳しいなって。若いやつの方がやっぱね、才能あるとかやっぱ勢いあるんで、これ若いやつとプレイヤーで同士で戦ったら勝てないなみたいなのをちょっと感じてた時期でもあるんで。でもその時に、まあ、人は二択の可能性があって、うん、1個は社内でキャラ変えるっていう説もあるじゃないですか。はいはいはい。いますよね。テレビ局にもいましたよね、その、うん、プレイヤー感あったけど、うん、良きとこでもうすごい一切現場口出さずマネジメントを善とする人はいっぱいいるけど、なんで独立の道にまた行かれたんですか。キャラ編をしきれないなって思ったのと、キャラ編やだなみたいな、そうそう、多分できないなっていうのと、まあ、いろいろやってきたので多分キャラ編してももう見抜かれるとは思いますし、はいはいはい、あとこっちキャラ結構かぶってんなみたいな。あとまあ正直その先ほど そのなんか例えば年収とかそういうものに関しては、はい、多分外に出た方がそういう金銭面的な成功だけ考えたら外に出た方が全然勝ち目があるなっていう、市場的にそうだったので、まあゲームが変わっ、なんか漫画市場のゲームが変わったみたいな、まあ、テレビと同じだと思うんですけど。面白い。漫画がちょっと、じゃあその市場のゲームが過渡期で変わりつつあったわけですね。何がどう変わりつつあったんですか。まあだからまあ普通本当に裏サンデーの時から同じなんですけど、はい、紙から電子が強くなってきてて、でなんかそれ多分2006-7年2017年ぐらいまではやっぱりなんか出版社が日本のプラットフォーマー、漫画のプラットフォーマーだったんですよ、うん、はい、なんか漫画のビジネスするとなったらもうジャンプマガジン、サンデー、チャンピオンとか、まあ角川とかスクエニとかのそこの昇流に乗せないと勝負にならないっていう時代だったんですけど、はい、それからまあどんどん時代が過ぎて、でまあもう2020何年ぐらいになってきちゃうと、うん、例えば今年なんか市場規模が漫画市場って大体7000億ぐらい、6800億とか7000億とか言われてるんですけど、国内ですね、海外は入れないですよ、その
コミックスと電子書籍の合計額ですね、うん、売上、はい、あの版権収入はなしで、はい、でそのうち4800億とか5000億ぐらいが電子書籍なんですね。今7000億のうち5000億近くが電子なんですか。そうなんですよ、7分の5がもう電子。えそんな状況なんですか。でも本屋さん誰も漫画買ってないですか。買ってるんですけど、まあでもそれでも2000億ありますから、うん、えでも倍以上開いて。そうですね、そんな買ってないですか。そうなんですよ。でその2000億の紙でもやっぱその紙の高騰とか流通とか考えると利益率ってめちゃくちゃ低くて。紙高いですもんね。そうです、多分おそらくマイナス、まあプラスマイナス利益は多分出てないんじゃないかなって。紙は全体的に見ればね。もちろ なんかジャンプのコミックスとかめちゃくちゃね、あの重版かかって売れるものは売れてると思うんですけど、はい、売れてない作品もあるんで、うん、そうすると平均するとそんなに利益出てないな。で逆に残りの5000億の電子っていうのは確実に利益出てるんですよ、うん、原稿料ぐらいと人件費ぐらいだと思うんで。そうですよね。っていう時にでその5000億のうち4000億ぐらいがおそらくアマゾンと、うんまあ、アムタスさんと、コミックス、シーモアさんととかこうでライン漫画さんとピッコマさんと5社ぐらいで多分その5000億のうち4000億ぐらいなんか市場持ってるなと思った瞬間にあれ今のプラットフォーマーって出版社じゃなくてあ電子書店だと思ったんですよね。というん、ことは僕が出版社と電子書店っていう関係において、だからまあ YouTube とあれと同じでなんかこう、うん、今 YouTube にもテレビ局がいっぱい番組とか出してるじゃないですか。はいはいはい。という時にこう高橋さんみたいに外に出て YouTube に番組作って出すっていうのと同じで、はいはいはい、プラットフォームがもうそこに外にあるからじゃあ僕外に出て直接取引した方がまあ勝負になるなって、まあ、それは直感的に思ってた。だからまあ小学校の並列になれるってことですよね。そう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 、まあ、巨大電子のプラットフォームが新たにできたから、そうそうそう、小学館とだから、まあ、そうだよね、僕も出版社作ればいいんだみたいな発想になって、うん、であじゃあまあ、うん、だったら多分僕多分得意だなと思って、うんうん、で電子の分野が、そう電子の分野だし、うん、まあやっぱ出版社ってそんなヒット率が高いわけじゃないんですよ、うん、あとすごいあの固定費高いんで、うん、もちろんさっき言った通り全員年収も高いし、超格差年収高いっすね、高い三大すごい高いんで、うん、でその中ででまあ、いろんな経費も高いのは分かってるので、だから僕みたいに多分手弁当でそんなに大きなオフィスもかけずにしっかりと経費削減して、まあ、作家さんへのお支払いと人件費だけフルに払って、あとはまあお金かけずにやれば多分結構いけるなっていう予感があったので、でまあ自分で、しかも僕はちょっと原作が自分で書けるので、はい、シナリオを書いて、原作書いてるんですよね。そうですね。そう、それで言うとさ、今の、コミックルームの事業内容もちょっと聞いてから話聞いた方がいいなと思いまして、はいはいはい、まあ、そのウェブ系の漫画の立ち上げを小学館でやられて、はいはい、まあ、それが得意だから独立したと、うんうん、で今のコミックルームってどういう事業やられてるんですか。基本的なビジネスモデルは、うん、まあ、僕とかの一部の幹部メンバーが自分たちでシナリオを書いて、漫画またはネームを書いて、例えば作画する漫画家さんと一緒に作品を作って電子書店に下ろすっていう、まあ、シンプルですね。自分たちで作って自分たちで売るみたいな。はいはいはい。だ、まあ、いわゆる原だから、そうですね、原作ブロンソンみたいなことですよね。そうですね、ブロンソンなんですけど、ブロンソンって失礼、ブロンソン先生なんですけど、ブロンソン先生であり出版社であるから編集者と原作者とあと、まあ、そういうことか。で自分たちで背景チームも持ってるんで、はいはいはい、絵以外は自分たちで作れるっていう体制で 作りました、うん、でまあそこでヒット作が出ればまあ当然あの大きいので印税とか。そっか、原作を個人じゃなくて会社で持ってるってことですか。そうですね、コミックルームで持って、だから他のスタッフが書いたものもコミックルームで。そうです、そうです、僕が書いたものも会社に属して、会社に属して。なるほどなるほど。でヒット出てるんですか今。結構出てますね。例えばどんな、なんか自分で言うのもあれなんですけど、コミックルームの何が一作なんですか今。うん、まあこれはちょっと僕たちが、はい、あの原作でしかないですけど、強しっていう作品で、強しね、強しっていう、はいはい、あのコンビニ店員が無双するっていうやつが、うん、とても男性向けでは売れてたり、うん、あとはまあ霊場漫画とかですね、うん、あとなんか不倫漫画ですね。不倫漫画、不倫漫画で、あのインモラル漫画とかがあのすごいヒットで出してる作品がありまして、うん、まあ結構な売り上げを出してます。いろいろ興味ありますね。ちょっとどっから聞こうかな、うん、
そもそも今その市場が紙からウェブに来たって言ったじゃないですか、うん、紙とまずじゃ結構初歩的なところに行くと紙とウェブでヒットする漫画の傾向って違うんですか？なんかいや紙は紙のビジネスモデルがあるんですよ、はい、だけどなんか電子も電子のビジネスモデルがあって、はい、その電子の中でもまたビジネスモデルが分かれるんですよ、はいはい、例えば、SNS でバズらせて、はい、Kindle で売るっていうやり方もあるし、はい、広告漫画でこあのウェブ広告で、ヒットを狙って当たる漫画もあるし、はい、なんかこう逆に言えばまあなんか有名人とタイアップして売る漫画もあるしみたいな、はい、だまあ有名な漫画家さんが普通に書く漫画もあるしみたいな、うん、なんかやり方がいろいろあるというか、へ、うん、なんかそのいろんなやり方を試すこともできるんで、それ全部石橋さんはやられる？そうですね、基本的にやっぱ自分たちで紙を出せるわけじゃないので、はい、やっぱ紙の出版はちょっと諦めてるところがあるので、はい、だからそれ以外の方法は基本的には試してるって形ですね、うん、そう、儲かってるんですか今紙くるま？これまあ儲かってるっていうか、まあ、すごく順調にやらせていただいてます。はいはいはい。売り上げは公表はしてない？情報は別に隠してるわけじゃないんですけど、ちょっと教えてもらっていいですか、まあ、じゃあいくらぐらいですか？まあでもまあまだ5億ぐらいですかね今。5億、社員は？社員は10名ぐらい。めっちゃ有料企業じゃないですか。5億？ 5億ぐらいですね。そっか、実質立ち上げ何年ぐらいなんでしたっけ？まあ、今年でも一応、ね、あの5期目がスタートしてるんで。5期目、はいはい、まあ、その上場準備準備会社があって、うん、まあ、そちらの方が最初に2年ぐらいあの共同経営者の方が、うん、あの進めてまして、あ、先に先行で共同経営者がやってたと。そう、はい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 。で、まあ、そこに僕がアサインするって形だったので、うん、まあ、だからまあ5期目なんですけど、うん、今のところ売り上げは順調に推移してます。だってほぼ人件費ですよね？ほぼ人件費です。結構儲かってるんじゃないですか？そうですね。まあ、利益率何パーぐらい？そこまでやるよ。まあまあでも、まあ、結構高いですよね。高いですね。あの普通の授業よりはいいです。そうですよね。まあ要するに、え、そうなんですよ。儲かんじゃないですか漫画。だから最近だから今までってあの評価やめてよかったじゃないですか。まあ金銭的な面では金銭的な面では、めっちゃ儲かってんじゃないですか。金銭的な面ではそう、おかげさまでそうなんですけど、うん、でも本当はやっぱり売れなくなる時期もあるし、なんつうの、まあ、やっぱ作家さんの育成の資金とかもこれから作っていかなきゃいけないので、はいはいはい、なんていうんですかね、僕もう全部自己資本でやってるんで、うん、あの本当だったら、いや、あんま儲かる儲かると言われると困るんですけど、うん、最近すっごい新規さんに多いんですよ、うん、だからこれまでなんかゲーム、あ、いろんな会社同じ、 ビジネスモデルでやってくる。そう、だから ものすごい前まで新規だいたいスタートアップって、うん、なんかどこもゲームとか、はいはい、なんか IT システムとか、はい、だったんですけど、最近みんな漫画やるんですよね。なんでですか？なんか漫画は儲かりそうやね、儲かりそうなって、ものすごい数の新規参入の方が来て、はい、次から次へとなんかたくさん大量にレーベルを作ってるので、で、はい、あれこれだからもう常に焦ってます。あ、で、うん、ライバルがいっぱい。そう、それでライバルの人たちは出版社辞めてくる人たちですか？やっぱ、いやいや、違うんです、全然。作家とかですか？いや、無関係な業界から、なんか IT とかへ、学生からそのままなりましたみたいな人とか。そういう方でも結構成功される？なんかやっぱり成功し始めてる人たち結構いますよね。なんか、これなんかそれまでって漫画ビジネスってそれこそ、まあ、数少ない出版社に入れた正社員しかと一部の編集プロダクションしか参加できないビジネス領域だったんですけど、すごい閉じてましたよね。そう、すっごい閉じてたんですけど、それが広がって誰でもなんかプレイヤーになれるっていう、なんかこうゴールドラッシュみたいな感じになって、 YouTube と一緒ですよね。そう、 そうです、そうです。もうそうなんですよ、誰でもちゃんと映像作れちゃって、しかも結構うまかったりするから、もう大惨事みたいな。だから、いや最初は最初はなんか、うん、なんか素人が何言ってるんだって思ってたんですけど、あれ最近なんかみんな上手なみたいな、上手くなってきたみたいなのがあって、ああそっかそっか、やっぱりそのプレイヤーが多いから当然競争していくし、それから若いから研究熱心だし、しかも漫画好きだったりしますからね。そうなんですよ、はいはいはい、でどん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 こう進化してるので、あ、これ負けてられないなと思って、あの全然油断はしてないです。でもなんかそのちょっとその クリエイターとしての原作書くわけじゃないですか、うんうん、まあ
素質があればそういう形取れますけど、うん、そうじゃない場合の人たち原作者も集めてプロデュースにしてるんですか？そうですね、だからプロデューサーがやっぱりすごい増えてきてる、うん、っていうことか。原作者と作家両方集めて、そうですね、会社が増えている。そうですね、すごい増えてます。儲かりそうで、ちょっと都内も新規事業やりたいんですけど、どうやったら参入できるんですかそれ？いや、やります。でも結構大変ですか？いっぱい入って今いっぱい、うん、脱出してるので、なんかみんながいけるかと思ってたんですけど生き残れるのは一部。ダメじゃないですか。そっかそっか。まあ、でも漫画の世界でも YouTube と同じような流れがあって、うん、これってちなみに意図してそういう時代来るなと思ってこう裏サンデーとかやってたんですか？それでもまあ長いに身を任せたらそうなってたんですか？うん、なんかでも、うん、意外に僕は見えてた、当時は見えてたと思ってて、うん、なんか2001年から、うん、僕は漫画編集者始めたんですけど、2001年でちょうどインターネットがで漫画を公開する人が出始めた時期だったんで、で僕結構そこで漫画読んでたんですよ、もともと。だから最終的にこうなるなとは思ってて、で最後はやっぱスマホが出た時期に縦かみたいな、ああもう縦かもあるし、もうここかみたいな、これかみたいな、で、まあ、最終的にそっちになるだろうなまでは思ってました。だからまあ漫画1を裏サンデーの後、漫画1っていうそのスマホアプリ用の媒体も立ち上げましたし、でそこでプラットフォームを取らないと、あなんか僕たちは版元でいたんだけど、いつの間にかなんていうんですかね、どちらかというともうちょっと下流に行くしかなくなっちゃうなっていうのは思ってたので、うん、漫画版を大きくしようともがいてた時期もあるし。なるほど、うん、やっぱあれですよね、この番組見てる人何歳ぐらいの人多いのかな、まあ、大体うち25から50ぐらいかな、うん、の間がボリュームゾーンなんですけど、うん、見てる方、うん、多分まあもう45とか50だとちょっと若干遅い人もいる、まあ、間に合わなくなかないですけど、うん、25の人とかが、僕は25だったんですけど、やっぱりその40ぐらいになって独立して成功してる人って、うん、みんな それうまいんですよね。一番下のそういうふうにこう漫画はやったじゃないですか、うん、で後藤達也さんっていう日経辞めた人がいるんですけど、うん、もうやっぱ SNS 速攻乗っかったんですよね、うん、でなんか会社ではなんか SNS なんてとかいう時期になんか速攻ちゃんと IT の方に行ってたんですよ、うん、やっぱなんか今の人も多分、まあ、今も IT ではないから AI とかかもしれないけど絶対やっといた方がいいですよね。そうですね、結局なんか40になった時に会社の中でなんかそういうことを勝手に一人でやってた人がなんか独立してめっちゃ儲けてんだよな。いやまあ僕は一人でやってたわけじゃなくてちゃんと編集部を作って、あそうそう、まあ、編集部で、まあ、そうそう、まあ、先見の明を持たれて、うん、そうですね、はい、そうやってた人がみんな独立してるんですよね、うん、そっか、やっぱりそういう流れがあるなと思って。そうですね、漫画ワンやって、うんうん、まあな、まあなんていうんですかね、まずあの時期にプラットフォーマー側に立ちたいっていうのがあったんですよ。だからあそう、まあ、漫画マンプラットフォームですもんね。そうで、うん、当時は本当に僕が漫画マンをスタートした時はすごいスタートアップ、あの拡大が早くて、で、うん、まあ、登録しましたよ漫画マンは。ありがとうございます。なんか、まあ、すごい先だったの で当時なんか誰もまだそんな広告とかも緩かったので、うん、今なんか CPI が90円とかで取れたんですよ。ほう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 、今も2000円とか3000円かもしれないですけど、はい、1ダウンロード90円とか80円とか下手したら65円で取れた時期が、すぐダウンロードしちゃう。そうそうそう、でものすごい勢いで増えて、でこれで今俺たちこれあのエンジンもう全速力で回せばもうこれ業界取れるんじゃないみたいな勢いは僕の中で感じてたんですね、うん、で漫画ってすごい拡大してて、当時ライン漫画の次ぐらいまで行ったんですよ、うんうん、いやすごいユーザー数、うん、なんですけど、なんで失速しちゃったんですか、まあ、だからまあそれはやっぱり IT 企業じゃないので、うん、あの例えばそう先ほどの広告費なんですけど、あの普通のやっぱり資金調達できるところだったらなんかすごい伸びてる企業だったら、まあ、どこかからお金集めてきてぶっ込めってなるじゃないですか、うん、それができなかったのか、社内で資金調達できなかった、まあ、予算決まってるんでそれもったいなかったですよね。で大体出版社の予算で1年に1回ぐらいしか1年に1回ぐらいしか立てないんで、1年で環境随分変わっちゃうんですよね。そうそうそう、でも出版社でそれでよかったんですよ、90年ぐらい同じビジネスモデルで言ってたんで、うんうん、なんですけどそのこのスピードでビジネスが変わっていくってところがもう無理だったので、だからまず、うん、広告予算が増やせない、うん、あと人が増やせない、だから、ね、確かにそう人事異動まで待つしかないみたいな、そうそうそう、で人事異動でも権力がないと、権力っていうか交渉能力がないと人取れないじゃないですか、うん、はいはいはい、で僕平から編集長になっちゃったんで、
まだ社内的な交渉能力とか、うん、そういう人事スキルが全然身についてなくて、うん、でビジネスだけビジネス規模がどん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 大きくなってきて、うん、で、まあ、待ってるのは中国みたいな、うんうん、人足んないわ人足んないしブラック労働やみたいな、そうそうそう、とんでもないブラック労働のなんか環境を作り出してしまって、まあ、当時の人たちには、うん、大変申し訳ないことをしたなって。あれ何歳で編集長になられたんですか？34か5だったら。めっちゃ若かったんですよね。当時はかなり最年少でしたね。先週ね、34で編集って早いですよね。そうですね、すごい早かったです。うん、あれが罠だったなっていうか人は来ねえし、金も来ねえしみたいな。そう、あと自分のスキルも足りないんで、あ、もうだってもうマネジメント、そう、ま、全然分かんないですもん。あ、うん、そっか。あ、でもな、確か漫画ワンで大井龍馬ずっと買っちゃったもんな。あれ危ないですね、ワンクリックで買えるからね。どん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 クリックしちゃうんですよ。そう、あの、まあ当時そのビジネスモデルが最初に見つけたのは漫画ワンだったんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか漫画ワンだった気がするな、なんか漫画ワンから入ってった気が、そうやってでもじゃウェブの世界に、うん、まあ、こう漫画シフトしていくんじゃないかなって思われて、うん、今2000と5000とおっしゃったじゃないですか、うん、今後どうなっていくんですか？いや、でも結局ですね、やっぱり国内市場ってなんか多分去年か今年ぐらいでも止まっちゃったんですよね。成長が市場の成長自体が。そうですね、その中の割合が変わるだけになっちゃう。そうですね、あとやっぱ高齢化もすごい進んでるので、うん、でもなんかもう老眼で見えないみたいな。老眼で見れないですけど、でもやっぱ高齢、まあ俺らも中年じゃないですか、高齢、うん、は高齢でやっぱもう一回大の大冒険のアバン編とか買っちゃうじゃないですか。高齢、うん、向け漫画はあるんですか？でも見えないのか。そうなんですよ、まあまあ、見えないんだよな、私は老眼 で、あれどうにかなんないですか本当。いや、そうですね、僕も困ってて、なんか漫画編集者なのにもう漫画読むのがすごい辛いみたいな。いや、それで言うともうキングダムなんか紙でも読めないですからね。そうですね、文字多くて、うん、そうそうそう。 でもまあそういう意味でなんかこの読者年齢がどんどん上がってって、はい、で、あ、国内は結構もう限界だなって僕はもう思ってて、ほう、でただ普通に考えたらもう海外しかないですね。アジアもそうだし、うん、北米、まあ、北米もで紙の漫画なんか今ものすごい伸びてて、うん、であっちなんか紙の漫画5000円とかするんですけど、1冊5000円とかしてて、え、単行本ですか？そう5000円、うん、そうです。で、まあだから利益率いいので、だから北米とかのとかあのヨーロッパの漫画市場って紙がすごい成長してるんですね。でもそこの紙に僕らが参入できるわけではないので、うんうん、で基本的にはだからやっぱ今すごく伸びてるのはやっぱアニメなんですよ、うん、やっぱアニメを作ってるわけではないから、うんうん、ここからまあある程度まではいけたけど、ここからどう展開していくのか。ここからどうするんですか？じゃあ石橋さんはまずまあ5億までいったと。5億10億とか、まあ、まあ金額的なところはまあどうでもいいわけじゃないんですけど、うん、まあしっかりベースを作って安定した経営は作って、うんうん、そこからまあ それ以外の展開、まあやっぱり海外でウェブトゥーンを作るとか、まあ、アニメの方に参入するとか、うん、やっぱ漫画っていうのを中心とした、まあ、メディア展開とか、まあ、そっち行かざるを得ないというか、まあ、出口はそこしかないので、うん、っていうのが今のところはもうそうなるか、それか新規事業ですかね、うん、本当にラーメン屋とかラーメン屋ね、うん、ラーメン屋ってバカにしちゃいけないですよ、本当難しいですからね。いや無理だと思います。回転は容易だけども生き残るのめっちゃ難しいですからね、うん、でもそうですよね、なんかここ最近の流れ見ると、まあ、僕もややそういうとこありますけど、やっぱあれなんですよね、会社辞めて IP とか著作権元みたいな動きが多いですよね。石橋さんのとこ自分のとこでこうライツを、そうですね、まあ、作家さんと共同で持ってるって形がほとんどなんですけど、うん、まあ、自分たちでちゃんとライツ持って、まあ、運用はできる、うん、体制は作ってる、うん、そうだよな、まあ、出版社しか漫画出せなかった時代じゃないから、もうそうやってやったらみんな独立出版社みたいになれちゃうからな。そうなんです。まあ、だからそれはどんどん今増えてる段階で、結構辞めてる人いるんですか前に。あ、でも佐渡島さんとかも同じような感じですか？佐渡島さん僕よりも全然あのもう10年以上前にお辞めになって、はい、うん、まあ今も、まあ、僕も今買取でなぜか入ってるんですけど、うん、あの佐渡島さんの会社に、まあまあ、やっぱりデジタルの方に行ってますね。だいたいじゃあそうやって自分たちで著作権を持って、うそうですね、そのケースもあると思います、うん、まあ、うちも別に自分たちで書いてなくて本当に従来通りの漫画編集者のプロデュースだけっていう作品もありますから、はい、うん、石橋さん どっち系なんですか、そのプロデューサー気質なのか、そのやっぱ作家もやるとおっしゃってたじゃないですか、本当はいい物語作りたいってどっちなんですか？うん、なんか
なんだろう僕、うん、何でもやりたいというか、はい、そうですね。どっち系なんですか本当は。プロデューサー系なのか自分が分かんないんですけど、書き手系なのか。完全な書き手ではないです、間違いなく。あ、うん、じゃあ自分の作りたい世界観があるとかではない。売れる作品が書きたい。売れる作品、いや、ありますよ。なんか、まあ、こういうとなんか恥ずかしいんですけど、うん、自分が書いて世界観作った作品とかも出してるんですけど、うん、売れなかったりするって。ちなみに何ていう作品ですか。いやいや、まあちょっと。タイトルなんていうんですか。なんか嫌だな。ヒットを生み出す秘訣みたいなのは何かあるんですか。高度なプレッシャー。高度なプレッシャー。これが外れたらもう俺は終わりだって追い込んだ作品しか実は当たってないんですよね。しっかりとお土産を作るべきだと思って、はあ、新規事業を作って売り上げも立てて、ちゃんと大黒字部署を作って、いろんな人たちに謝罪じゃないですけど、生意気な口聞いてすいませんでしたみたいな。誰かに一方的に搾取されるわけでもなく、漫画を作ってみんなが飯が食えて、とりあえず幸せになったらいい。やっぱサラリーマンやってると理不尽なこととかあるじゃないですか。それを削ってた結果、なんかどんなものができるのかなって。どっちが楽しいですか。なんだろう。